ダメだ、釣れませんでした。はい、こんにちは。社長には内緒で、仕事の合間にね、ちょっとだけ釣りしてました。ここは、いわゆる公営の駐車場になるんですけど、ルーフトップテントを開けない場面って結構あると思うんですね。こういったねシチュエーションの時に、おすすめしたいアイテムがあります。今日はねそのアイテムをご紹介していきたいと思います。それではね早速紹介していきたいと思います。じゃーん、こちら、こちらが、FD キャンプ、ベッドキットになります。すごくねシンプルなデザインなんですけど、左右にね、家具調のフレームがあります。結構ね厚みのあるクッションの効いている、ベッドマット、室内のね、シートカバーと同じヴィンテージ調の、今日はブラウンですね。すごくねクオリティの高い、ベッドキットになります。この状態から、すごく簡単にねフラットなスペースを、作ることができます。はい、このね延長のベッドマットが、今ね下にしまってあった状態です。この2枚のベッドマットを2列目の、背もたれ部分を前に倒して、でこの上にこのベッドマットを、本当にね置くだけです。でもちろんね体重をかけても、全く問題ありません。置くだけ、はい、もう本当に簡単にフラットな空間を作ることができます。ちょっとね早速乗ってみますね。よいしょ、こんな感じですね。こんな感じで、もう本当簡単な作業で、横になることができます。この広さなら大人2人でも十分横になることができます。例えばねその休みの、前の日の夜に、こういうね場所にエントリーをして、朝が来るのを待つそんなシーンがあると思うんですけど、そういった時にね本当に瞬間でフラット空間ができて、体をねちゃんと横にして寝ることができる。こうやってね椅子を倒して寝るだけなのと、ちゃんとね横になって、寝る、もう全然ね、横になって寝た方が体は楽です。このねベッドキットなんですけど、寝るということ以外にも、実はね装着するメリットがありまして、荷物を仕分けすることができるんですね。ちょっとこれね何か分かんないと思うんですけど、ボートを動かすためのエレキモーターなんですけど、荷物としてねなかなか重ねられないいびつな荷物ですよね。例えばこういう荷物をこの下段にしまって、普通の荷物ですよね。普通の荷物は例えば上にといったように、荷物をね仕分けすることができる。まあ、こういうねコンテナボックスも例えばこう下段に入れておくとすごくねすっきりと荷物の収納ができます。ちょっとねこの下段には入らないなんていうちょっと高さのあるものであれば、分割されているこのベッドマットを1枚抜くことによって、このね少し高さのあるもの、まあ、もっと高さあってもできるですね、高さのある荷物を積むこともできます。このねボックスの中にも、まあ、荷物をね収納することができます。車には常備しておきたいんだけど普段使わないもの、バッテリーのジャンピングケーブルね、まあ、四駆なんでねこうレスキュー用の牽引ロープみたいなもの、まあ、こういうね普段使わないものは例えばこの左右のボックスに収納しておくと
じゃないかなと思います。私だったらこう使うというレイアウトなんですけど、ベッドマットは1枚だけを敷きます、まあ、そうしますとね、1人分ですかね、横になれるスペースができます。で、片側には、まあ、荷物、まあ、釣りの道具ですね、今私でいうとがあって、まあ、ポータブルバッテリーが、ね、あれば、まあ、ほぼ一晩過ごすことに問題はありません。長距離の、ね、ドライブの時に、パーキングエリアでちょっとだけ仮眠をしたいなっていう場面があると思うんですけど、まあ、そんな時にもね、まあ、がっつりベッドを組むというよりはもう本当簡易的にね、片側だけ、フラットにして仮眠を取る、ちゃんとね横になって寝る、もうね疲れの取れ方が全然違うと思いますので、本当にね使い方は皆さんそれぞれだと思うんですけど、もう本当におすすめできるアイテムです。まあ、ランクルのね各シリーズに対応していまして、カラーもねこのブラウンと、ブラックの、2色をご用意しています。まあ、簡単にね横に慣れて荷物も仕分けができてすごく便利なアイテムです。つけない理由がないランクルであれば普通車ではねエントリーできないところにも行けて簡単に横になることができる、フレックスドリームの、ランクル専門店、各店にですね、ぜひお問い合わせをいただければと思います。本日はこちら、FD キャンプ、ベッドキットをご紹介いたしました。また次週も見てください。